やおごちっこちょこばはタイポンです。はい、ってことなんで今回はですね、無課金アカウントでミドルアイコン確約引いていこうかなと思います。この間メインアカウントの方でこちら引いたんですけど、そっからねやっぱこうアイコン確約引きてっていう欲がありすぎたんで、この無課金アカウント全然コインないんですけど作っちゃいましたね。そしたらなんかもう14万コインとかになっちゃって、もう全然コインないんですけど、まあいっかってことでいっちゃいましょう。無課金なんでね、こっちでなんかやべえの来たら逆にありっちゃありなんだよね。別にこっちのモチベも上がるっていう。いやー作っちゃったねミドルアイコンの確約パック。でもねこのアカウントはね、まあ、前から言ってるんですけど、割とねこの確約系とか運がいいような気がするんで、メインアカウントよりかはまあ当たり赤なのかな、どうなのかちょっとわかんないけど、そんなような気がします。ってことなんで結果はどうなのか引いていかないとわかりません。行かなきゃ何が当たるかわかりません。行かないと意味がない。行きましょう、レッツゴー。当てたいなら引け、痛いなら当てろ。さあなんだ、ドイツ、CM、マテウスじゃね？バラックだ。マテウスって CM なのかな？ CDM なのかな？あ、でもバラックか。いいんじゃないかな。なんかでも重いと思うんだよな、バラックって多分使用感的には。能力は悪くないと思うんだけど。うわぁ、マテウスだと思っちゃった。CDM だ。ミドルマテウス。CM かと思っちゃったわ。でもちょうどなんか CM というか、ミッドフィルダー欲しいなって思ってたから、まあ悪くないっちゃ悪くないか。一応スカットに刺さるっていうね。これ全部トレプか。このスタメン。変なスカットだな、これ。悪くないな、全然。まあでも、外れの部類なのかな、言うて。選手として普通に現役の時から知ってるし、まあ好きな選手なんでね。ありです。多分もう無課金アカウントでこれ確約引くことはないだろうな。アイコンスワップとかじゃない限りは。いやー、まだまだアイコン確約引きてー。イエさん、早くミドルアイコン確約のリピートか、よろしくお願いします。はい、ということなんで、このチャンネルはフィアに関連した動画を投稿します。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。グッバイさんの、ハリアー。